にちは。今回の動画はですね、いただいたご質問にお答えするという回になっています。本日はアミさんがいないんですけれども、別のスタッフと一緒にいろいろご質問をお答えさせていただくので、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。そして2日間ほどにわたって先日質問を募集したんですけれども、たくさんいただいて、はい、なので今日はピックアップをしてご紹介させていただきたいと思います。お願いします。お願いします。まず最初の質問です。はい、スプレーグリーンのお色が素敵にですというお声がたくさんあったのですけれども、ありがとうございます。まあ、特にいい色に仕上がったものアイテムを教えてください。はい、今回のコレクションはこのスプレーグリーンというお色が本当におすすめで、私たちもどれにしようかっていうのを悩んだんですけど、鈴木とあとスタッフと相談して一応 3つご紹介させていただこうと思います。はい、はい、で早速なんですけど、まず1点目ですね。こちらのパフスリーブブラウスという、イージーパンツっていうパンツの動画でアミさんが着ていたアイテムになります。でこれはうちの定番的なアイテムで、いつもこう定番的に使っている生地のコットンの中にシルクが入った生地になるんですけど、この上に乗せたこのスプレーグリーンの色は本当に発色も良くて、でもこの何ですかね、この生地自体が透け感があるので、見えますかね、でも透け感で光沢感も本当に上品な光沢感があるので、こう夏涼しく本当に夏にぜひ着ていただきたいお色味に仕上がりました。でスプレーグリーンの中でも結構青み寄りな発色がいいお色に仕上がっています。はい、はい、こんな感じですね。で結構透け感のお問い合わせも、透け感どうですかっていうお問い合わせもいろいろいただいたんですけれども、これは割と透け感の多い生地というかアイテムになっているので、でも この辺を楽しんでいただくっていうのがこのブラウスの特徴の一つでもあります。涼しげでおすすめです。はい、はい、で2つ目がこちらのこのフレアードドレスというアイテムになるんですけど、こちらのアイテムもワンピース編の動画で私が着用していたアイテムになるんですけど、これも本当におすすめです。朝がメイン の素材になっているんですけど、これも結構青みが強めのお色になってます。青寄りになることでこうやっぱり着やすくなっていて、で肌の発色もいいのでお肌の色もこう何ですか、ね、パッと明るくなって、実は着ていただくと本当に着やすいというか、すごく綺麗なお色に仕上がっていると思います。はい、はい、かわいいです。おすすめです。はい、であこれが麻の素材に乗せてるので、こう光沢感とかはないんですけど、落ち着きが、素材は落ち着きがありながらも発色がいいので、こう何ですかね、バランスも良くて、でこのワンピースはデザインとしてかなりギャザーが多く入っているので、この影とのコントラストもすごく可愛くて、全体のバランスとしても本当におすすめしたいお色味アイテムになっています。はい、ですね。で次がこのラップとパンツのお色味ですね。これも前の動画で紹介させていただいてるんですけど、個人的にこの色すごくおすすめです。さっきのブラウスとかワンピースに比べて落ち着きがある色味になっていて、これは何ですかね、ちょっと生地にこう折り柄が入ってるので、それもこう相まってすごく何ですか、取り入れやすいお色になっていますね。うん、でこのアイテム
生地はおすすめのこのテーパードパンツという、裾に向かってテーパードしたパンツでも同じ生地を使っていて、この2つは本当に取り入れやすいスプレーグリーンのお色になっています。はい、はい、ですね。はい、続いての質問ですが、はい、身長が低いのですがどういうコーディネートがおすすめですか？はい、私もですね、身長は154センチと低い方なんですけれども、なのでお洋服を選ぶときはこうバランスだったりとかすごく難しいなと思っていつも悩むんですけど、ポイントとしてはトップスにこうコンパクトなものを持ってきて、パンツはワイドとかストレートとかこうスッと見えるものを合わせていただくことで、縦にこうスッとしたシルエットになるので、そういったバランスがすごくおすすめです。でその辺をまあ意識しながら今回は3つほどコーディネートをご紹介させていただきます。はい、でまずこちらですね、今着ているものなんですけど、トップスは前の動画でも何度かご紹介させていただいているオーガンジーシャツというシャツになります。でこのトップスに、ギャザードパンツという、これも何度かご紹介をさせていただいてますね。これのスプレーグリーンのカラーを合わせています。でこのコーディネートのポイントとしては、まずブラウスになるんですけど、こちらのブラウスは身幅は割としっかりとあるんですけど、肩の部分がコンパクトになっているのですごくすっきりとした印象に見せることができます。でさらにこの裾をパンツの中にこうインすることによって、この上の幅をこうグッと狭めてパンツの長さをこう長くしているので、全体のバランスとしてもこうスッと見せることができると思います。はい、でちなみに今若干ヒールのある、まあ、3、4センチぐらいヒールがある靴を履いてるんですけど、多少ヒールがあるものを最近は選ぶようにしていて、はい、なのでちょっとだけ、はい、気にかけて、はい、います。で、まあ、全体のバランスとしては前がこんな感じで、脇とあと後ろですね、はい、出ます。はい、2つ目のコーディネートです。はい、こちらのコーディネートはフレアードドレスというワンピースを着ていて、でパンツも履いています。ギャザードパンツという前のコーディネートでご紹介させていただいたものの色違いになります。ヌードというお色ですね。で中にはバンドスリーブブラウスという袖なしのブラウスも着ています。ちょっと襟が見えるような感じになっていますね。でこのコーディネートのポイントとしては、まずこう、紐でウエストマークをしていて、ここにちょっとポイントを持ってきているところと、あと袖口を2折りぐらいしていて、手首をこう少しだけ見せているので、すごくすっきりとして見えるようにコーディネートしています。はい、でこのフレアードドレスというドレスはギャザーがしっかりとこう入っているので、このギャザーの縦のライン、こう影になっている部分とかがこう縦にこうスーッと見せてくれているので、はい、縦のラインが強調されて、はい、すごくおすすめなワンピースになっています。はい、はい、で前の動画でもこちらのワンピース実は着用していて、その時は前を全て開けて着ていたんですけど、また違った、印象になるようなコーディネートも楽しんでいただけるので、着こなし次第でこういろいろコーディネートができるアイテムになっています。はい、で前はこんな感じで脇ですね、で後ろになります。はい、はい、では最後のコーディネートのご紹介になります。はい、こちらはペザントドレスです。前の動画でもペザントドレスについていろいろとお話をさせていただいたんですけれども、やっぱりこのワンピースは身長が低めの方にもおすすめしたいワンピースになるのでご紹介させていただきます。はい、はい、このワンピースを着ていると私自身も周りの方から実際の身長よりもちょっと高く見えるねっていう言っていただけることが多くて、はい、すごく気に入っているワンピースになります。はい、でこのワンピースのポイントとしては生地感がやっぱりおすすめのポイントで、レーヨンと麻が入っている生地になっていて、で
麻の上品な光沢感とレーヨンの落ち感ですね、これがすごく綺麗に出ているワンピースになります。はい、なのでこう下にストンと落ちるようなシルエットにもなっていますし、で、なんていうかね、軽やかさもあるのでこう重くなりすぎずにすっきりとしてした印象で着ていただけるワンピースになっています。はい、前はこんな感じで、で脇がここですね。